じゃあですね、料理もできましたんで、早速にいただいていこうかなと思います。今日はね、お肉ということでワイン、安いね、ペットボトルのワインなんですが、これでもね、十分美味しいんじゃないかなと思います。冷蔵庫で冷やしてきたんでですね、かなりいい味になってるんじゃないでしょうか。なんかこう薄めのワインです。薄めのね、飲みやすいワインですね。そうかそうか。今回のね、料理はヤフークリエイターズ、そちらとね並行して撮ったんですけども、こちら牛肉のタリアータっていうかな、牛肉を焼いて野菜の上に乗せて、今回ルッコラですけど、ルッコラの上に乗せて、そこからバルサミコソースをかけた上にパルミジャーノレッジャーノ、とにかくね、チーズをかけたやつです。うまい。最近ね、料理を作ってインスタに上げることがすっごい楽しくて、なんかなんて言うんでしょうね、ツイッターとはまた違った人たちとつながれるんで面白いですよね。今日はですね、珍しくコーヒーを、ね、入れてみようかなと思います。お酒はまだ残ってはいるんですけども、コーヒーをね、食後のコーヒーを飲むのもいいんじゃないかなということで、コーヒー飲んでみましょう。ちなみにね、このステンレスのボトル、これはね、車中泊の旅で、スナフキンさんにもらったんですけども、愛用させていただいてます。ありがとうございます。よし、お湯が沸きました。このドリッパーはね、かなり小型になるっていうんで、いいなと思って購入してきたんですが、そうだ、その前に砂糖を入れちゃいましょう。で、ちょっとね、細くお湯を出すようなものがないので、ちょっとずつ入れるような感じになるんですが、
今日はねこんな感じで、こじんまりはしてるんですが、結構ね物があります。物があって、しかもそれがね、小物ばっかりがいっぱいあるような感じなんで、このね棚を持ってきました。以前ですね DIY で自分で作った棚ですね。で、明かりはですねいつもと同じようにこのデイツの80なんですけど、これとあとね、後で焚き火をするんで、まあ、それだけあれば十分かなって感じです。太いですしね。なんかこう、光光と明かりが灯ってるよりかは、まあ、薄暗い中で、過ごすのが、やっぱキャンプの良さかなという感じがするので、なんかね、秋になったなっていうのをすごく感じるんですけど、やっぱ日が短いですよね。なんか夕方になったなと思ったらすぐ夜になるようになってきたんで、まあすぐ肌寒くなってくるんでしょうね、きっと。あれ、火がめっちゃ強い。こんな強い？ちなみにね、薪はね、去年のやつなんですよ。去年の薪をそのままずっと持ってて、乾燥させてたんですが、乾燥してるだけあってめっちゃ燃えるな。ここ最近ですね、ソロの動画がついてるんですが、車中泊にしろ、キャンプにしろ、ソロの動画ばっかり撮ってるんですけど、子供とね、一緒に行きたいんです、本当は。一緒に行きたいんですけど、キャラメルちゃんはキャラメルちゃんで、ピアノを練習したりとかですね、あと、スポーツのね、試合とかがあったりとかして、なかなかね、土曜か日曜が空いてなかったりすることが多いんですよね。で、キャラメルちゃんがそれがあるっていうことは、もちろんですね、うちの母ちゃんもついていかないといけないんで、どうしてもね、一緒に行く機会が、だんだん減りつつあります。もしかしたらね、来年ぐらいからそのスポーツも、続けるのかどうなのかなっていう感じではあるんですけど、まあそういうね、子どもの行事があったりとかするんで、なかなか、キャラメルちゃんと一緒に行けないなっていうのがちょっと歯がゆいところではありますね。まあ、とはいえですね、ミニーちゃんとかたこ焼きくん、一緒に行こうって言えばですね、おそらく一緒に行ってはくれるんですけど、まあね、そうするとね、今度キャラメルちゃんがね、おそらく寂しがるんじゃないかなと思うんですよ。なんかこう、ね、連れて行かないわけじゃないんですけど、自分が連れてってもらえなかったとか、そういうふうに思ったりしても、かわいそうだなと思ってて、まあそういうこともあってですね、なかなかね、一緒に行ける機会が、やっぱり小学生になると変わってきましたね。まあね、でも不思議なもんで、キャラメルちゃんにね、キャンプとか行ってみようかっていう話をしたら、キャラメルちゃんと高木くんと僕と3人で行きたいみたいな話も前してたんですよ。お姉ちゃんの自覚があるのか、なんか一緒に行きたがってますね。しかも3人でって言ってたんで、それもね、なんかこう、まあ、珍しいなというか、親としてはね、そういう風に成長したのかなっていうのは嬉しい限りではあるんですけど、まあでもキャンプに次に子供たちと行くなら、おそらく家族全員っていう形になるんじゃないかなという感じがしてます。家族全員でね、こういうふうに火を囲んでっていうのも久しぶりにやりたいっていうのもありますし、やっぱりね、一人でこうやって最近動画撮ってたからでしょうね。なんか余計になんかこう家族全員の動画が撮りたいというか、まあ動画撮りたいというよりかは家族全員で過ごしたいっていうのがありますね。暑くなってきてね、夏が終わるまでは焚き火はやらずにいようと思ってたんですけど、ようやくこうやって焚き火ができる季節になったんで、これはやっぱりいいな。で、ソロキャンプっていうのはやっぱり
ね、こうやって自由な時間で、すごくね、楽しいんですけど、やっぱり家族で来たいなっていう気持ちの方が、どちらかというとやっぱり強いので、みんなをやっぱり連れてきてあげたいですよね。多分世の中のソロキャンプをやられてるお父さんっていうのは、まあみんなそうなんじゃないですかね。やっぱり家族と一緒に来たいし、連れてってあげたいし、この空間というか、ねえ、この感じを共有したいって思われてるお父さんばっかりなんじゃないですかね。さあ、ということでですね、今回は、またソロキャンプをお送りしましたけれども、次回はですね、ファミリーキャンプになるのかどうか、まあ定かじゃありませんが、ファミリーキャンプができるのかどうか、またご期待いただければなと思います。ということで今回はここまでです。それでは。